ミセスキーでしょどうですか？大丈夫。今日も酒飲みながら行きましょう。お水の酒。バトスカフェ新生バトスカフェ3周年記念大会、2月18日日曜日午後5時30分開始、会場は板橋区立グリーンホールとなります。なお協賛は上野居酒屋海豚様、そしてキャストリンク株式会社様となっております。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。ということで今日はどうしてどなたですか？私ですか、NWA 公認レフリーのやる気運気鈴木ガンダーラ鈴木と申します。どうぞよろしくお願いいたします。そういう自己紹介ですかね。芸人さんですか？芸人さんですか？そんなことございません。この人こういうキャラだったんですね。ちなみにガンダーラ鈴木さんレフリー、はい、レフリーでありつつ、先ほどちょっと協賛で名乗りを上げさせていただきましたですね、このキャストリンク株式会社という、これはあの声優の育成とキャスティングをやってる会社なんですけども、こちらの代表取締役社長をやらせていただいてます。素晴らしいですね、はい、まあ、スポンサーでもあるわけですよね。だからそう読んじゃったんですね。はい、読みました。しっかり、ね、一番最後でしたけどね、はい、読まなくてもよかったしかもね、まあそうですね、魔王置いて読みましたからね。ためが大事ですよね。プロレスと同じ間が大事ですよね。ちなみにガンダラス鈴木レフリーは、はい、今主戦場としているあのリングはどちらなんですか？今あのファイトオブザリング永瀬館長率いる、はい、こちらレギュラーで出させていただいているのと、はい、同時にですね2月20日これ新木場ファーストリングで、はい、ジミー鈴木さんと私ガンダーラ鈴木のダブル鈴木で、行きますですね。DSW、こちらですね、ゆいが選手も出ていただきますけども、こちらの方の、ジェネラルマネージャーを兼務させていただいて、ジェネラルマネージャー肩書きだけは偉いんですね。いやいやいや、はい、まあ、でも雑用係です、ね、雑用係で、はい、そうですね、掃除やったり、はい、そうですね、レフリーもやったり掃除やったりいろいろやってますね、はい、ね、DSW や NWA のタイトルマッチもやるんですよね。今度はまたちょっと違う形になるんですけども、去年2月は NWA のシングルとタッグの、タイトルマッチをなんと新木場ファーストリングでやってしまったというので、時代が変わりましたね。昔は両国とかそんなビッグマッチじゃなくてできなかった。新木場でですよ。後楽園ですから、ね、いや身近でいいじゃないですか、ね、いや身近でいいでしょ。NWA というともう我々の世代がね、はい、震えるタイトルですから。そうですね、長瀬レスリングアソシエーションですね。あ、素晴らしい、素晴らしい、素晴らしいって流されてしまいました。すいません、長瀬ですか？いやそれも別物ですね。まあ、ね、なんか会社の社長さんなのに、ね、社長さん、なんかレフリーやってるんですか？社長さん、ね、のプロレス好きですね。そうそう、あ、そうそう、どうしてそんなレフリーなんだよね。オタクでしょ。いや、オタクですし、まあ、元々スポンサーから入ってるわけですよね。あ、なるほど、だからファンからするとふざけんなのやろって感じのやつですね。はい、なので僕見かけたらですね、物投げていただいても構いません。5秒以内の反則なら OK です。なるほど、もう長いな、長いな。一応レフリーですからね。5秒カウント、金目のもの投げられたら喜んで、それ喜びますね。はい、そうです。NWA の公認レフリーというのは、はい、取れるもんなんですか？これは私がですね、去年の2月にですね、ウルスアップ会長にジミー鈴木さんを、通じてですね、ちょっと問い合わせをしたところ、2万ドル払えば OK って言われたんで、お金なんですね。お金でした。お金で買えちゃった。お金で買えるんだ、はい、公認は買えるぞ、まあ、ついでに全日本プロレスの公認もいただいてますし、 あと IGF さんのですね、はいはい、仕掛けた東方英雄伝というこちらも3月20日に後楽園ホール大会あるんですけども、はいはい、こちらの公認も私ちょっといただいておりましてですね、まあ、プロレス界に
対する私の会社の貢献度が、うん、まあ、認められたというところでよろしいでしょうかね。社長さんはもう全部これで解決するんですね。プロレス界に対する貢献度イコールこれです。これ大事な貢献だよね。そういう情報大事ですよ。大事大事。ちなみにあと大仁田敦史選手の公認もいただいているので、全て含めて4冠公認なんですが、最近あのバトスカフェが結賀様の、公認をいただきましたですね。晴れて5冠公認のレフリーとなりましたので、ピンクタイガーさんの立場は、あ、ピンクタイガーも公認ですから、ね、あ、そうです。公認ばらまきちょっと安いです。なるほど。そうです。じゃあお好み焼きに釣られますか。今日は素晴らしい方にこうおいでいただいてる感じで。そうですね。でも、ね、2月18日のバトスカフェもレフリングされるんですよね。はい、レフリーで呼んでいただいて。これはあのだからあのあれですね、スポンサーをしているからなんですかね。これあの、はい、あの僕の扱いなんか レフリーなのにちょっと大きいんですよねこれね。スポンサーをしてるからいいんですかねこれ。ちょっとなんか2枚目映ってるじゃないですか。2枚目、あ、これあの修正に修正を加えてですね、あの伊勢丹の写真館でですね、あの5万ぐらいかけて、はい、まあ、なかなかアーシャにここまでこだわるレスラー関係者いないと思うんですけどね。でもプロレス会場に行くとちょいちょいね、あの鈴木さんにお会いしますね。うん、そうですね、あの、それはあのファンとしてチケット買っていってるところも、あの、数多い。あ、そうですね。なのでちょっとね、またあの鈴木さんを見に会いに、あのバトスカフェにね、そうです、この2月18日会えますよ。2月18日です。じゃこの内容聞きましょうよ。このそうそうそう、行きましょう。見どころ行きましょう。見どころ、はい、じゃあ早速ですね、第一試合から行きましょうか。はい、で今回はオープニング、あ、オープニングマッチじゃなくてオープニングの落語があるんですね。はい、落語、落語があります。落語、落語からいきましょうか。はい、はい、オープニング落語はうちの三笑亭下流師匠と、はい、桂枝太郎師匠が出ていただきます。はい、はい、枝太郎師匠は、ね、歌丸師匠の一番最後のお弟子さんです。歌丸師匠、はい、新作派の素晴らしい作品をいろいろおやりになられる師匠なので、だってプロレス会場でね、落語なかなか聞けないですからね。なかなかね、一度二度おいしい感じになります。歌丸師匠まだ生きてらっしゃいますよね。最後のお弟子さんってことはもうお弟子さん取られないっていうことなんですかね。でも今ね、だいぶ、ね、体がね、ちょっとしんどそうですね。昨日復帰したかなんかじゃないですかね。なるほど、そうなんですね。まあ、大仁田さん最後の弟子のね、佐世さんと同じような感じですね。そうですね、はい、無理やりちょっとプロレスにつなげてみて、そんな感じで今テロリーハテナマークが出てる。はい、じゃあ私を含めて3人で、はいはい、今回いつも板橋は、はい、ゲスト1人にしてたんですけど、最近はちょっと今回は豪華に3人でやりますので、大サービス、はい、落語好きの方もぜひ見てもらいたいなと。ちなみにあの結賀さんは何か演目は用意してるんですか。もうすでに、そうですね、枝太郎師匠の新作をいただいてやる予定です。そう、なるほど、覚えられるかどうかっていうことですね。新作落語と古典落語ってね、あるんですよね。古典はいろいろとこう、なんだろう、こう、なんですか、あの恋愛の話があったりとか、そうそう、なんか怖い話があったりとか、古典のイメージの方が強いですけどね、うん、そうそうそう、新作ってなかなかなんか斬新な感じしますけど ね、うん、そうそう、だからプロレスネタ入ってるんですかね、今回ね、今回ね、私は多分いじらないで入ってないですね。結賀さんは結構オーソドックスなのやられるんですけど、師匠がかなりね、プロレスを取り入れたあの落語をやられる、出てくれる師匠方がなんか、ね、無理やり入れてくれるんですね。これはもう必見ですよ、ね、遊び心満載でやってくださるんですね。あのプロレスの話題が入るともう引っかかるとすごいね、なんかお腹によじれるくらい笑うんですよ。面白いですよ。絶対見た方がいい、見た方がいいです。見た方がいい、はい、はい、というわけでいいですか、はい、1試合からいきましょうか。はい、はい、海豚杯争奪ミックスドタッグトーナメントですね、はい、1回戦、佐野直志選手、そして雫亜紀選手のタッグチーム VS、はい、ねね無限大選手、忍選手のタッグチームと、はい、はい、ということで、海豚杯争奪と、そうでもいうね、銘打ってますけど、はい、これはどんな試合になるでしょうかね。いやもうあれですね、うん、あのもう結構組んでるねね忍と、はい、この化学反応が起きそうな佐野雫組という、ね、はい、もうむちゃくちゃな感じ、ね、もうみんなに刺激的なカードですね。いやでも雫さん佐野さんとのタッグチームは、うん、多分私初めて見るかもしれない。そうでしょうね、多分ね、うんうん、ね、なんかいいですね、いろいろ因縁がございますから、ね、これ大丈夫なんですか、このタッグ。え、知らない。そうそうだって本人たちがやるって言ったんだから。しかもこれオープニングマッチで落語の後ですよね。いやこれがバトスカフェですよ。いや素晴らしい。この無茶苦茶感ね、はい、バトスカフェ3周年記念大会ですからね。しかもねね無限大選手と忍選手ですよ、はい、こっちはもうね組んでますから ね、ちょいちょい。で忍選手は無茶苦茶ありますからね。うん、ね、そう、あの観客のね、観客を思いっきり蹴りますからね。まあそれ蹴られていい人ですから。だけどこんな思いっきり蹴っちゃっていいんですかみたいな、うん、あ
フェニックススプラッシュですかね、あれは。あ、スターダストプレスですか。シューティングスター。シューティングスター。スター、すごいですよね、あの、キレというか。そうですね。忍、膝、一時期ひどく悪くしてて、うん、シューティングスターができなくなって、僕、プロレスやめますよって言ったけど、今でにやってますから、まだ。でも、ものすごい綺麗なシューティングスターね、この間のバトスカフェでも決めてましたよね、新木場でね。シューティングスターも、あのムーサルトもね、もう本当綺麗ですもんね。シューティングスターはね、難易度高いですよね。そうそう、こんなんできんな。その綺麗さに対して、佐野直しの汚さってね、これはね。いや、でもね、その佐野直しの汚さがどう出るか分かんないですからね。そうですね。内面からにじみ出る汚さですからね。もう見るからに汚いやつですよ。はい。そうですね。ね、鈴木さん、だいぶいろいろね。ええ。あ、なるほど。私の、内面から振り回されて。振り回されてですね。はい、私、これ以上言いません、もう。はい。というわけで、そう、忍さんはあれですよ。あの、今、チャンピオンですからね。そうなんですね。この間負けるかと思ったら勝っちゃいました、これですね。チャンピオンですかね。なかなかベルト落とさねえな。ねえ。チャンピオンらしくないのに、日頃の行動は。でもそれがかえってチャンピオンらしいですよ。負けそうで負けない。勝てそうで勝てない。これがチャンピオンですね。実力者がもう最初のね、たくましですからね。そうね、日頃のね、酔っ払って大輔と殴り合いの喧嘩するとか、こんなとこ見たらチャンピオンだと思えないんだけど。第一試合から大注目ですね。そうですね。トーナメントですからね。はい。そして、トーナメント第二試合ですね。はい。はい。水木リオン選手、パピオン明美選手組 VS 牙城選手、飛鳥間選手組の対戦でございます。はい、ね、ここもなんかそうですね。まずリオンも初参戦。はい、リオン選手、牙城も初参戦ですね。牙城選手もね、牙城、はい、選手はアメリカに行ってたんですよね。行ってました ね、はい、アメリカ。それなんであのね、世界の飛鳥間と世界の牙城で決めた。素晴らしい、ね、世界のタッグチームですよ。ねえ、すごく身近に感じる世界ですよね。凱旋帰国第一戦になるんじゃ。あ、いや、第二戦になるのかな。14日の闘神が第一戦ですね。その直後ですね。牙城先生は体大きいですよね。でかいですね。世界の牙城、世界の飛鳥間対、はい、あの、うん、ね、パピオンと水木リオンというか、ね、蝶ですから ね、2人はね。夜の蝶と本当に蝶すごい、ね、これも濃いですね。そうそう、あのね、ですけどバトスカフェは、うん、あの消化しきれません。消化しきれません。水木リオン選手の起用に関しては、これあのユイガさんのかなりね、個人的な思いが、ね、あのにじみ出ているんじゃないかなと。リオンはもともと出てもらおうと思ってたんで、ずっと思ってて、ただ連絡先知らないからいいやって放置してて、やっと教えてくれたから、じゃあ出て、うん、ちょっとね、顔が乙女になってきますからね。ちょっと違いますね。ちょっと可愛くなっちゃうからな。なのでリオンに優勝してもらいたいんですけどね。リオン頑張れ。リオン選手はカウンタック乗ってくるんですかね。ランボルギーニどうですかね、板橋止めとく場所がな、ないかもしれない。怖いから乗ってこない方がいいんじゃないかな。傷つけられてもね、弁償できないんで、そうそう、ね、自己責任にお願いしますよ、ね。まあ、リオン選手はすごい人らしいですから。もうね、そうなんですよ、うん、はい、実はあのこんな顔していいやつですから ね。あ、この写真ちょっとね、あのちょっと老人形みたいな。毎回言いますね、これ。あのね、本物もっといい男ですから、ね、はいはい、めっちゃいいやつですよ、まあ、いい男です、ね、あの歌舞伎町のね、ナンバーワンホストですから。そう、3年連続ナンバーワンです、ね、4年連続ですね、はい、すごいですよね。すごいですね、はい。で、この2チームが、第1試合、第2試合の2チームが勝ち上がって決勝と、はい、決勝、はい、なるほど、はい、ということで、第3試合、はい、行きましょう、はい、シングルマッチ、はい、三上選手 VS 清水ライト選手のシングルマッチですね。おー、はい、シングル。ここはでも、清水ライト選手のチャレンジマッチ。そうですね、もうライトには、ね、ね、期待して、うん、普段当たらない人と当たってもらおうっていうの、ね、ここでもう三上選手は上手いですからね。ライトもそうですね、膝やって、ああ、そうですね、14日に復帰戦かな。あ、そうですか。そうです、ね、あ、怪我してたんだ。はい、ちょっと欠場中でしたよね。あ、そうですか、はい。まあ、ライト選手はね、まだデビューして1年、そうそうそう、これから、これから、ね、これからですね。だから、まあ、できれば他の団体で当たらないような人とうちでは当ててあげたらいいかな。あ、でも大事ですね。そうですね、うん、もう初対決ですね。そうそう、全部があの、ね、積み重ねですから。はい、うん、そうそう、はい、これもまたね、ちょっとライトがどこまで以上見せるかね。どこまでね、そうそうそう、ね、なんならもうベテラン食っちゃえばいいですから ね、はい、楽しみです、私は。はい、楽しみな一戦です、はい、はい。そして第4試合、はい、チーム白波スリーウェイマッチ。おー、まさかの来てしまいました。まさか、とうとうこれが白波同士で対戦すると、ね、とうとう、ね、はい、南後選手 VS 大門選手 VS 李平選手と、はい、そうですね、南後選手が佐々木隆選手、はい、大門選手が杉浦徹選手、はい、そして李平選手が阿部文則選手ということですね。はい、ねえ、隆さんがつぶやいてましたかね、ツイッターで。まさか白波同士で対戦する日が来るとは。そうそう、
いや、ね、高橋さんが大門選手、杉浦投手選手はこれをね、うん、これをどういうふうに攻略するかこれを、まあ、ある意味はね、阿部は巻き込まれた感が確かに、ね、確かに、ね、いやーこれはね、普段この人たちが当たるとみんなね、どうしたらいいんだってなるから、そうそうそう、自分たちで体験してみたらいいですよどうしたらいいんだろう、そうか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 、対戦相手がいつもどうしたらいいか分からなくなっちゃう、いつも困っちゃう、困っちゃいますからね、いろ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 とね、はい、だから自分たちでね、ちょっと経験していただいて、経験してね、あんたたちがやってるのこういうことだぜみたいな、そう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 味わってもらってね、試合の行方が気になります ね、でも全くこれ、いやこれはね面白いと思います、うん、全く予想だにしない、ね、予想つかないです、なんかもうゼロか100かになりそうですね、そう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 、分かんない試合ですよこちらもね、はい、いやちょっとね楽しみですよこれもね、まあ、あとこの人たちの入場の時の口上もね、はい、ああそうですね、楽しみに、え、誰が今回言うんですか、カリウス師匠ですか、うん、まあカリウス師匠か枝太郎師匠どっちかにやってもらいたいなと思う、うんうん、なるほど、ね、工場もちょっと注目する、でもね枝太郎師匠の方がプロレス好きだから枝太郎師匠の方がやってくれるじゃないかな、はい、枝太郎師匠プロレス大好きなんですか、大好きなんです、ね、落語やらなくていいから試合したいって言いましょう、あらあら、いえ落語やってください、あらあら、はい、それは落語やってくださいはい、というわけで第5試合いきましょうか、はい、はい、こちらタッグマッチですね、はい、武田浩龍選手、原学選手のタッグチーム VS、 そして、大谷ジョージ選手、ミスター雁之助選手のタッグチームでございます、今しかない、はい、今しかない、雁之助さんもバトルスカフェラストマッチです、もうだって引退2ヶ月前ですからね、これ2ヶ月切ってるんで、ね、この時は、いやなんかね、雁之助さんの試合見てると昔のやっぱりクラシックのプロレスレスリング思い出しますよね、はい、うん、なんかすごく上手だし、こうなんかこう見せてくれるしね、そうですね、非常になんか、うん、なんて言ったら表現したらうまいなって感じがします、いや引退されるの本当残念ですね、もったいないですよ、まだ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 いけますよね、4月ですよね、うん、引退されるのは、ね、とはいえ体もそんなになってまだまだね、しょぼくないしね、まあ、全然まだまだ、ね、まだバンバンしてるし、まだまだいけますよ、それでまあうちではね、原さんと浩樹に当てたいなって考えてて、まあ、本当は今回板橋でじゃあ浩樹シングル、フェイスで原さんシングルって思ってたら、はい、4月引退する、おーおーおー、フェイスフェイス間に合わないよ、あじゃあいっぺんにここでもうタップで、なるほど、ね、タップでいいですか、それはいいよって、じゃあジョージあたりでいいかって、からあはいそれでお願いしますっていうので、うんうんうん、なんでね、まあ、2人は特にうちの原学、武田浩二の復帰兄弟、ね、勝手に、うん、勝手に兄弟トリプルシックスに許可を得ずに勝手にユニットで、トリプルシックスの腹筋兄弟、そうですね、まさにそんな感じですね、はい、まあ、6と6なんでもう一つ欲しいですけど、ね、忍ばたり言うといたらいいかな、ね、大谷ジョージ選手はどんな選手なんですか、ジョージは、うん、トリプルシックスです、違うんです、あ、ガッツワールド、ガッツワールド、なんかガッツワールド、あ、ガッツワールドチームみたい、はい、と腹筋兄弟です、腹筋兄弟、腹筋兄弟、そうですね、まあ、ジョージは、うん、あいつはこの間やっぱり大輔の引退の時に大輔から勝ったりして、うん、今勢いに乗ってるんで、うん、結構今あちこち出てますしね、はい、はい、勢いに乗ってるんで、うん、すごく楽しみですね、で、うちにやっと出れますって喜んでくれたんで、あ、そう、こういう気持ちがね、そうそう、大事ですよね、やっと呼んでもらいました、なんかバトスカフェが目標になってる、うん、素晴らしい、そういうのお客様にもね絶対通じますからね、そうそう、こういうのはで、落語好きらしいんですから、あ、落語好き、じゃあ今度レスラーが落語をやるっていうのも、うん、ね、ありかもしれない、まあ、師匠がプロレスやる、プロレスやるこれ逆になってもらえる、逆やりましょう、それもあるやん、はい、ということで、はい、まあ、はい、本当浩二と原さんには雁之助さんから一つでも多く吸収してもらって、これ多分最後ですよね、二、うん、人とも当たれるの、きっと、そうですね、貴重な舞台、だから原さんファン、浩二ファンはこれは絶対見とかなきゃいけないよね、うん、なんかプロレスってすごいですよね、なんかこう年齢いった人だったらベテランの人っていうのはやっぱり歴史を感じるプロレスしますよね、いやそれが積み重ねですよ ね、キャリアには、なんかそれがなんかプロレスの良さ、それがやっぱり重みですよね、大河ドラマになってますよね、あ、確かに、うん、だからここで雁之助選手と戦うことで、またこのお二方のね歴史が続いていくわけですから、積み上がっていく、そういった意味ではもう歴史の転換点の一つでもある、もう重要なタッグマッチになると思いますね、はい、はい、ちょっとね、噛み締めてみたいもんですね、ね、はい、はい、ということで、第6試合、トーナメント決勝ですね、ウィンブルドン杯のね、はい、そうですね、この下にいる人たち、ね、この辺りにいる人たちの、ね、誰が勝ち上がっていくのか、どう勝ち上がるか、これセミファイナルになります、
ですね。はい、セミに持ってきちゃいました、はい、本来だったらね、いつもだと白波がセミに来るんですけど、ね、ちょっとね、今回スリーウェイをセミに持ってきたら怖かった怖かった、どんな人になるかわからないからなんで、あ、まあ、トーナメント決勝だし間開けたいから、はい、まあいっかと思って、はいはい、まあ、誰が勝ち抜いてくるのこの決勝もちょっと怖いですけどね。どういう人たちが、メンバー的に恐ろしいですけど、展開が予想できないっていうのは、ね、見てる方としては嬉しいですからね。ハラハラドキドキ。まあでも個人的には僕はあのやっぱ佐野直志選手って実はね、20周年なんですよね。で3月7日に後楽園ホール大会をまた無謀にも彼は企画しておりまして、うん、やっぱりここでやっぱ弾みをつけて後楽園ホール大会に挑みたいところだと思うんですよ。あのかつて無謀にもですね、彼はあの、ね、両国、ね、両国やりまして、はい、300万以上の赤字をこさえたという伝説をあるんですけどね、はいはい、まあ、あの今回は後楽園ホールではありますけども、うん、これも大きなチャレンジですからね。そうですね、あのぜひここであの弾みをつけていただきたいという気持ちもやっぱりあります。でもすごいチャレンジしますよね、はい、いやそこはやっぱプロレスラーならではのね、やっぱり、うん、あの本当にチャレンジスピリットを忘れないという意味では僕はこの人は素晴らしい選手だと思ってます。なるほど、はい、あの性格はちょっと腐ってます言うな言うな、こうなんかさ、あの持ち上げた持ち上げたとかいやでも僕は本当は尊敬してます、はい、すごく尊敬してます。最後まとめちゃった、はい、ねいや後で文句言われそうですね、嫌なんですよ、ね、まあ、多分見ないからね、まあ、見ないから大丈夫だ、はい、そうですね、はい、はい、というわけで、メインイベント、はい、行きましょうか。ありがとう6人タッグマッチ60分一本勝負ですね、ふごふご夢二選手、源太郎選手、飯田選手のタッグチーム VS 音量選手、死神選手、加藤茂雄選手ですね。はい、はい、そのタッグチームです。6人タッグですね。6人タッグです。バトスカフェでメインで6人タッグやって初めてですね。そうですね、はい、ないですね。そうです、タッグが1回で、あと全部シングルやって、あ、違う、タッグ2回だ、うん、タッグ2回で、あと全部シングルやってたんで、うん、そうですね。でもこれちょっとすごいですよね、なかなかナイトメアですね。はい、まあ、この間亡くなってしまった覆面太郎さんに対するもうありがとうですね、あの団体でお世話になりましたっていうメンバーで、いつもだとあのメインのカードとかってスッと降りてきて、それが決まって他がパーって全部頭の中でできるんですけど、今回メインだけ決まらないでずっと、いや誰とやったらいいんだ、どうしようどうしようどうしようで迷ってて、そしたら篠さん亡くなったって聞いて、そしたらあ、じゃあ6人タッグやればいいんだと思ったら、みんなに聞いたらあの予定を空けてくれたので、うん、なるほど、はい、あの加藤さんと死神さんは結構ねちょっとあその日きついなって言いながらも、でも空けるは分かったって言って空けてくれたんで、もうなんかあれですよね、はい、音量選手、死神選手強烈ですよね、はい、で、その音量さんも昼あのプチ長もあるし、はい、結構皆さん忙しい中空けていただいたので、源太郎さんには今回あの弁天じゃなく素顔で、あ、素顔で、うん、いいよ素顔でやるから、うん、源太郎さん本当に上手な人ですもんね、プロレスもね、いい試合いつも作ってくれますよね、はい、そうなんで、まあ、うん、あのしんみりしないで明るく楽しくね、うんうんうん、あの篠さんが、ね、多分そのしんみりするのよりもみんなでわーってやった方が喜ぶと思うんで、うん、もう音量選手とか死神選手とか、はい、リングネームつけて後悔したことないんですかね。さあこれのうちに聞いてみないとそこはあの突っ込んでいいところかどうか、ね、ちょっと微妙ですけどね、まあ、でもこれだけ長く活躍されているん で、ね、逆にだってね、うん、音量死神って一回聞いたら忘れないですからね。忘れますね、仕事としてはいいんじゃないですか ね普通の名前よりもね。そうですよ、なんでこの加藤茂雄って普通のおじさんの名前ですよ、ね、加藤茂雄とは因縁ありますからね。そうだ、ひどい、この間ビンタされましたですね、そうそう、かわいそうにレフリーの、そんな素人ビンタしますか、本当にひどいやつです、この人は。佐野直志よりひどいやつです、茂雄ちゃんひどい、やり玉に上がってる佐野さん、あら、じゃあこれはこの試合レフリーやんなきゃダメですかね、じゃあまたビンタされます、そういいんじゃないですか、誤爆に次ぐ誤爆とかで、ね、レフリーたち、でも本当この試合はもうすごいですね、もう全く読めないですよね、試合として見ても、夢パプの正規軍対ナイトメアクルーみたいな、まあ、本当は私もナイトメアクルーの方の人間なんですけど、ふごふごさんも、ね、明るいキャラですから、はい、あのね、こうやって踊ってくれるんですよ、はい、まあ、ね、まあ、踊りますよまあ、あと掛け軸も何書いてくるか、あ、何書いてきますかね、ね、それも一個楽しみですね、予想するの楽しいですよ ね、確かにですね、なんで結構だから今回あの全7試合とまあボリュームのあるなかなかの非常にキャラの立った方々が、そう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 、ね、なんかいつも以上に濃いな、濃いですよ、濃いですね、おかしいな、まあ、まあ特にここ、この下の人たちですよね、そうあのミックスの人たちが濃すぎるというでもすごいですね、よくこれだけ人を集められますね、ゆいださんねえ、多分ギャラどうしようみたいないやいや、そこあのこれだけの人というのはこんなにキャラの立った人、あ、ね、あのね、違うんです、バトスカフェに来るとね勝手に来るんです、みんなあの、キャラが立ってしまう、あの自由にやっていいですよって言ったら、うん、勝手に好き勝手やった結果みんながねおかしくなるんです
確かにみんな普段ね、こう制約ストレスがやってるからね、ゆいがいいって言ったら、あ、いいんだ自由にやっていいんだってみんな思っちゃう。そう、解放されるの多分ね。あ、でもなんか誰か言ってたみたいですよね、あのバトスカフェのリングは自由にできるって。そうっすね、誰が言ってたんですかね。まあ、まあ、みんなそう思うでしょうね、私が好きにやってっていうから、うん、どうぞどうぞご自由に、ね、ミネピョンとかやりすぎますからね。あ、そうそう、やりすぎてちょっとピーが入りますから、ね、そうそう、やりすぎくらいがちょうどいいを超えましたからなんか、ね、あ、そう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 、ちょうどよくない、ちょうどよくないって、お前は行き過ぎた。そうそう、行き過ぎ、行き過ぎ、行き過ぎ、はい、まあ、今回ミネピョンいないんでピーは入らないですけど、ただ、ただ忍がいる、ただ忍がいる。忍さん、こいつも危ない。忍さんはね、もうせいぜいあの判決じゃないですか。まあまあ、そうです ね, ね、うん、判決たまに、あの、ね、たまに下がりすぎて見えそうになってますからね。やばいやばい、はい、そんな感じ。まあ自由な人たちが集まりますよ、うちは、ね、うん、自由な人たちに自由にやらせるからカオスになるという。カオス、そこを楽しみましょう、はい、ね、楽しみましょう、ね、もうバトスカフェの団体名カオスに変えた方がいいのかな、ね、あ、ほんとカオスカフェとかにします。そうそうそう、カオスカフェ言いにくい、言いにくい。これバトスカフェっていうのはなぜバトスカフェっていう名前なんですか。このカフェが僕分からなくてですね、なぜなんです。ここ改めてちょっと僕勉強不足ですので、あのバトルスフィアっていうのをやってて、バトルスフィアありますね、はい、そこであのなんかもう会場赤色のもったいないから、なんかちょっとした工業やろうよって言って、うん、じゃあ工業名どうしようかって、まあ、私がやった時になんかあれじゃない、カフェ的なノリでプラッと来れるような工業にしたらいいんじゃないって言ってて、バトスカフェっていう名前を。なるほど、バトルスフィアを略してバトスで、じゃあカフェ的なノリで来れるような、ね、お茶、お茶飲んでみんな見れるような感じで、うん、じゃあカフェにしようみたいな。あ、そうか、バトスカフェっていうコーヒー、缶コーヒーかなんか用意したら今度。そうとかね、グッズ作る、やっぱりそのカフェだったらやっぱ、ね、お茶とかとケーキセットとかなんかそういうの置いてほしいですよね。うん、まあ、でもほら、板橋グリーンホールってこぼされると困るから、うん、あまあでもね、そういう気軽な感じで来ていただけると、ね、もうあの十分楽しんでいただけるんです。そうで、あの1階で飲食は売ってるんで、はいはい、あのこぼさないように上に持ってきてもらうのかまないし、あ、なんか今回、そうそうそう、なんかね、あの上の海豚さんも、はい、あの下でピザを売ってくれるらしくて、うん、その他いろいろカレーとかあるんですけど、下5時ぐらいで閉まっちゃうけど、うん、海豚さんそのまま上に上がってきてもらって、うん、ホールの中でもお酒と食べ物を売っていただくんで、うん、まあ食べながら見ていただいて、うん、まあ場外乱闘いっぱい来そうな気もしないでもないんですけど、ピザがバーンと飛ぶような感じが、絨毯の辺だけこぼさないでねっていうことだけど、もう先に食べちゃってねって、そうそう、あの公的な施設ですからね、板橋グリーンホールね、そうですね、はい、まあ、ということで美味しい食べ物、美味しいお酒が用意されております、多分、はいはい、ということで改めてチケット申し上げておきましょうか、はい、はい、全席10席、一般が4000円ですね、本日4500円と、はい、うん、でシニアが2000円、65歳以上ですね、両身分証当日のみでございます。そして中高生1000円、要学生証当日のみでございます、はい、そして、小学生以下無料ということですね、はい、要保護者同伴ということになります、はい、大人の人と来てくださいと、はい、おじいちゃんと来てもね、いいですね。そうそうそう、おじいちゃんだと2000円ですよね。あ、そうそうそう、そうそうそう、あ、そう、おじいちゃん連れてきてもらえれば、そう、2000円で2人見れます、2000円で2人見れる、そうだそうなりますからね、日曜日の夜、夕方ですね、ぜひ楽しんでいただければ、だからね、おじいちゃんが孫5人連れてきたっていいですから、ね、あー、なるほど、うん、そういうのもありですね、ありだありだ、はい、こういう楽しみ方をしていただけるといいかなですね、はい、そしてマイル券の販売所がゆいが選手、はい、ゆいが選手が池袋、はい、池袋近辺にこうね、うろうろしてます、あと、まあ、歌舞伎町近辺、歌舞伎町近辺、移動販売所でございます、歌舞伎町近辺の移動販売所、あとそこら辺の試合会場にもプラッと顔出しますね、はいはい、そうですね、そして、安藤リングアナウンサーですね、はい、当日のリングアナをやっていただける安藤リングアナウンサーもチケットを持っているということですね、うん、はい、はい、そして、チケットピア、そうですね、ね、チケットピア、そしてバトスカフェメール予約もあります、はい、こちらですね、こちら入ります、出てきますからね、はい、はい、そして、参戦選手も各自チケット持ってるんですか。はい、あ、持ってはないです、取り置きですね、でも、あの、欲しいって言ったら私が送ります。あ、なるほど、はい、ぜひぜひ、手元に欲しいって言ったら、そうそう、じゃあ誰々選手を経由して、ね、私に連絡くれば送ったりもできます。この選手から買いたいっていう人からね、買っていただけるんで、はい、うん、そう、選手喜びますから ね、選手は実績なんで、それも、あ、そうですね、だからお気に入りの選手からチケットを買ってあげるというのがやっぱりね、これは粋ですよ、皆さん、ね、やってあげたら、あの、選手も喜びますから、本当に、しかも応援してくれるわけですからね、チケットを買うだけではなくて、そうそうそう、はい、というわけでぜひぜひ2月18日日曜日、はい、午後5時30分開始ですね、板橋区立グリーンホールで行います、はい、新宿フェイス前の弾みをつけて、はい、はい、ということで一番大事な、一番でちゃいけないですけど、その後に続く大事な興行、2018年6月17日新宿フェイスですね、こちらもちょっと宣伝していただきましたね、はいはい、新宿フェイスです、はい、死にそうですいろんな意味で死にそうです、はい、あの新木場の倍ぐらいのキャパですからね、そうですね、はい、予算も高いし、予算も会場費も倍ぐらいになるし、そうです、
はい、もうね、今からもうクラクラしてますから、皆さん、ね、ぜひこの日からちゃんとチケットも売りますんで、用意席はお部屋前に、はい、最前列カウンターあたりなんかもね、パーッと売り切れるかもしれないですからね。はい、ゆいがさん勝負に出てます。本当ですよ、はい、6月17日ですね、はい、やらなきゃいけないですね。本ペース18時からです、ね、はい、でこれこの大会あれですよ、ゆいがさんがもう命をかけて勝負に出てる大会なん で、はい、で、はい、ゆいがさんが誰と戦ったら、あ、おお、ほらこれ公募するんですか。あれですよね、次戦他戦は問わないんで、そう、6月我こそはっていう選手の名乗りでもいいですし、あとは推薦ね、ご覧の皆さんでも、そうそうそう、メッセージをコメントをね、残していただいて、うん、全部に叶えることはできないですけど、でもね、いろんな皆さんのご意見を聞きながら一番楽しい大会を作っていくっていう感じで命かけますから、ぜひ。どうなるんですかね、そうね、ちょっと楽しみだな。ガンダーラ鈴木レフリーと対戦をっていうのもありですからね、はい、その場合佐野直樹さん入れたスリーウェイに、うん、これだけは阻止してください、すごいしょっぱいことになりますから、はい、命かけてますからね、はい、ぜひメインでそれ面白いね、そう、 YouTube の下のコメントに入れていただいてもいいし、 Facebook に入れていただいても結構です、ね、そう、皆様の声すごい大事なので、誰と対戦してほしいかというね、はい、アンケート取りますんで、まあ、ぜひちょっとお気に入りいただければと思います。はい、よろしくお願いします。はい、改めて2月18日日曜日5時30分からですね、はい、板橋区立グリーンホールで、バトスカフェを行います。はい、はい、というわけで、今日はこの辺りしておきましょうか。この辺真っ赤ですけど、あ、すごい、なんかいきなりちょっとセクシーなのか、なんか痛々しいのかよくわからない、食いしん坊仮面選手にやられるという、まさかのクイさんと殴り合うっていう、いやね、女にね、そんなに、マットプロレスで、あ、でも全力で殴り合うのがユイガですから、さすがさすが、いつも全力ですからね、皆さんも応援してください。はい、じゃあ鈴木さん一言最後お願いします。いや、まずユイガさんからお願いします。はい、とにかくゆいがさんね、本気でいろいろお客さんのためを思っていろんなカードマッチメイク、はい、こういった攻防も含めてですね、はい、やってますので、はい、ぜひ応援してあげていただきたいですし、僕自身もファン一ファンとして、うん、このバトスカフェとゆいがさんの、うん、今後、ちょうど選手生活17年目ですよね、18年目ですね、はい、もう本当に油が乗り切っている一番いい状況だと思いますね、はい、今のゆいがさんに注目していただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。綺麗に始めてましたね。はい、はい、はい、ということで、まあ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 濃いメンツが集まった大会なんで、うん、まあ面白いです。うちはね、自分で言うのもあれですけど、はい、自分で DVD 見返してバカだなこいつはと思ってるんでそういう意味で面白いです。いや、でもそういうプロレスですよね、はい、ね、普段の、そう、普段出さない面が結構皆さん出してくれるので、多分一度見に来たらハマると思います、うんうん、ぜひぜひ。なんかプロレスというジャンルですけど、なんかまたプロレスの中でも違うジャンルな感じしますね。そうですね、はい、うん、プロレスの中でもまたフリーみたいな、はい、ね、すごい、なんか、はい、まあ、もう一回見たらちょっと頭からこびりついて、そうそうそう、ね、そう、気になってしょうがなくなっちゃう、気になってしょうがないという、うん、そういう、ね、中毒性はありますからね、中毒性、本当中毒性が落語も含めて中毒性がありますから、うちに出てくる人たちは、はい、はい、というわけで、ぜひぜひ足を向けていただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで最後いきますよ、はい、プロレス大好き大集合、ありがとうございました。サブミッション。